京都大学の木下です。よろしくお願いします。今回は、グライコスモスという名付けた、当社科学ポータルの開発を、進めることになりました。ちょっと簡単な、概要として、紹介させていただきたいと思います。まず当社とはということで、その前、ゲノムやプロテオームは皆さんご存知かと思いますが、ゲノムの中の遺伝子の情報から、暗号化されたタンパク質の情報がですね、翻訳されて、その立体構造が合わさって、さまざまな機能を、生体内で行っていますが、当社が、翻訳後就職の一つの中で、一番 大きい、就職と言われています。有機ティガとかメチレカ、リン酸化などありますが、N 型や O 型糖鎖が、タンパク質に付加されて、そのタンパク質自身の機能を調節したりすることが分かっています。この糖鎖の機能としては様々あり、ここでは一部しか示していませんが、このように細胞の膜のタンパク質や脂質に糖鎖が、こういう分岐した糖の鎖がついていて、ウイルスや微生物に認識されたり、細胞間の接着に関わったりしています。ので、こういう糖鎖の研究がとても最近になって、セミハイスループットでできるようになり、データが蓄積されてきました。例として、糖鎖の機能としての、一番有名な例としては、インフルエンザの感染において、細胞の表面のシアル酸の糖鎖に、結合して、結合することによって、ウイルスが細胞内に、取り込まれて、ウイルスの増幅が行われます。でその RNA が、また、細胞の表面のところで、新しいウイルスができたときに、シアル酸が、ついているんですが、ウイルスについているシアル酸を切る酵素があって、それによって、バディングが放出されて、他の細胞に感染していくというふうに分かっていて、このシアル酸を、シアル酸起きる酵素の役割を果たす、防ぐ薬がインフルエンザの薬として使われています。また、がんにおいても、糖鎖が関わっていることも分かっており、この例は、胃腸がんの、最近のレビューに、掲載された図なんですけど、細胞の普通の、細胞、表皮細胞においては、糖鎖が、このように均一的に、N 型糖鎖が二分岐した形になったり、O 型糖鎖がこの、いい具合に糖鎖がついているんですが、がん化した細胞においては、O 型糖鎖がとても緻密になっていたり、N 型糖鎖がの分岐がすごく多くなったり、硫酸や、シアル酸とか、フコース、コシル化が、たくさんついているというのが分かっていて、これらに関わる遺伝子も、酵素、糖点酵素などの、発現が変化するということも分かってきました。これは海外の方の、デビューなんですけど、日本においてもう昔から日本の糖鎖研究がありまして、現在はこういう糖点酵素などのクローリングがほとんど日本の方によって増定されて、されており、日本の糖鎖研究の成果はたくさん蓄積されています。そこで、これまでの糖鎖統合プロジェクトにおいて、JCGGDB が、最初、平成19年度から、酸素源の成増先生によって、実施されていて、当時は糖鎖関係のデータベースがほとんど存在してなくて、酸素源で行われていた研究成果をデータベース化することになって、横断検出が可能になりました。当時は糖タンパク質のデータベースや、糖鎖を認識するレクシンのデータベース、糖鎖関連遺伝子のデータベースや質量分析のデータベースも公開されていまして、また外部の研究者としても抗体とかプロトコルのデータベースなどが全部横断検索できるようになっていました。そして平成26年度からは
キーワードがセマンティックウェブ、まあ、あの先ほど武木先生のところ の, あの RDF の話がありましたが、JCDDBB の、まあ、主要なデータベースをすべて RDF 化しようということで、これらがすべてセマンティックウェブで使えるようになって、使いやすくなりました。またさらに、当社関連の、疾患のデータベースや、病原体データベースも開発され、現在 ACDDDB として公開されています。これと同時に、当社構想のリポジトリがそれまで存在していなかったので、外当館という、当社に当社番号をつけるシステムを開発することにして、今公開中です。まあ、簡単に説明しますと、まあ当社が、登記されたときに研究者自身が、登録してそれに対しての、ID を取得することができます。その ID を、論文で、掲載して、それが他のデータベースに取り込まれて、まあ、データの共有が促進されるという仕組みになっています。でこの外当館のシステムを開発するために、当社構造自身のこの分岐した形をまた曖昧な形になったりしていますので、さまざまその文献に出てくる当社の表現を、コンピューターで表せるようにするための表記形式として、このワークスっていう、表記形式も開発しました。Web3 をセマンティックウェブのことなんですが、Web3 ユニークレプセンテーションカーボハイドレートストラクチャーズということで、こういう原子、化合物の形の情報を含めながら、生物学的に、理解できるような形式になってますので、かなり人が見て分かるようなものではないんですが、コンピューターが任意に、どんな交差構造でも認識できるようなシステムが形式になっています。そして、外当館自身も、RDF 化、RDF スマートグリル化されていて、すべてのデータが、RDF の形式でトリプルストアリーデータベースに、登録されています。それによってこのような画面が、容易に表示できるようになっています。当社の、一覧がこれらが、すべて当社構造に関連するデータベースなんですが、外当館のパートナーとして登録されていて、これらのデータベースの当社構造をすべてこの画面から検索できるようになっています。また、各各々の当社構造のエントリーページ、この ID 番号が表示されていますが、この当社に関する情報が、詳細が見える画面もありまして、そのモチーフ情報や生物種関する生物種も分かっていればそういう情報も表示し、あと文献パブメドの ID も登録できるようになっています。さらに下の方に、他のデータベースが、そのエントリーと当社を持っていればそういう、そのデータベースへのリンクも、提供しています。ということで、この外当館のシステムが、これまで存在していませんでしたので、これが、現在、つい最近、ホワイトペーパー、まあ、こういう推奨が出てまして、世界中の、研究者がこれから外当館を中心に使って、当社構造をの ID を登録して、ID を取得して、行っていきましょうということを。の同意が得られました。で、今回は、当社科学のポータルとしてバイコスモスを、構築することになりましたが、この5年間で、まあ、このどうしてこういう新しくバイコスモスを作るかというと、今までのデータベースが、まあ、存在しなかったので、まあ、必要性はあったんですが、ACDCDB に加えて当社に関連する植物のゲノムとか、まあ、バイオフィールの話もありましたが、当社はバイオフィールとの関係もリンクもあるかと思いますので、そういうリンクや微生物とのリンク、パスウェイ情報、脂質、メタボロミクス、病原体などのデータがそれぞれ世界中に存在します。またリポジトリとしてもタンパク質のリポジトリとか、化合物のリポジトリもありますが、これらを本当に、統合したいと、
こういう情報がまだデータベースに入っていないんですね。そういう眼科した状態のところにこういう投査が存在するとか、文献にはあるんですが、こういう正式なデータ化している状態ではありませんので、この遺伝子やタンパク質、投査、全体のシステムを、格納できるようにしていきたいと考えています。ということで、投査科学ポータルの、概念としては、概要としては、まず、標準形式として、これまで開発してきたワークスを拡張していきます。またワークスを使うツールも開発し、オントロジーも開発していく必要である。でリポジトリとしては、投査構造の外統計以外に、外根部っていう、複合糖質、要は糖タンパク質とか糖脂質の、リポジトリを開発して、いきたいと考えています。でこのデータをまた、ACDCDB などを含めて、データベースシステムとして、システムスバイコーバイコバロジーや、あとは2次元や3次元構造も含めて、統合していく計画になっております。はい、ということで、オミクスの統合を目指して、こういうシステムの、含まれている情報、外コンからリビューローム、ゲノム、プロテオーム、あと、パスウェイ情報として、リアクトームや、相互作用の情報も、すべて、統合して、いって、バイコスモスを開発して、いく予定です。また、新たに、新たじゃなくて、別の観点から、またケモインフォマティクス、その化合物の観点も、かなり重要なので、そういう面も含めて、こういうシステムを作っていきます。はい、最後に、謝辞で今回の JST NDDC に、お礼申し上げます。以上、ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。